ネットで購入した揚げ物をちょっと準備してみました。ソースもね、いろいろ用意してみたんですけど、まず揚げ物がこのアランチーニっていうやつ、多分なんか名前的にイタリアかスペインかそっち系かなって予想してるんですけど、で私は油で揚げてみました。ナチュラルチーズ 99% 使用で、なんかね、チーズの周りがご飯なんですよ。で衣がついて揚がってる感じ。はい、まず一つ目がこれ、いい感じにここ置いときたい。全然見えないな、遠いな。はい。で、前、以前にもね、何回も食べたこれ、ユタオ。なんかもう我が家の定番になってんですけど、なんか揚げパンみたいな感じなんでね、私、おやつでよく揚げて食べてる。ちょっとこれをね、一緒に新しいソースで食べたいなと思って。はい。で、ソースなんですけどね、こちら、これ実はもう半分ぐらい食べちゃってるんですけど、この前ね、クマさんと BBQ のチキン、出前で食べた時にね、ついてきた、チェゴチチキンっていうチェダーチーズとゴーダーチーズを合わせためちゃくちゃ濃いねチーズソースなんですよ。これ絶対合うと思って、ほらまだこんなに残ってた。ちょっとオレンジ色っぽいソースです。で、はい、スイートコーンマヨネーズ、なんかトウモロコシ味のマヨかな、なんかトーストに塗っても美味しいしみたいなのが書かれてます。でドリンクなんですけど、今日はねもうシンプルにお茶でいく、風味茶、黒豆のお茶です。はい、じゃあこれで食べていきます。いただきます。じゃあやっぱりまずこれですよね、アランチーニ。あー、つけずに食べようか。味どうなのかな。はい、こんな感じで、うわ、丸いボールです。サイズはねこんぐらい、結構チーズボール的なサイズ。うん、チーズが、うん、おいしい。ご飯がポックンパンみたい、炒め飯、なんかコチュジャンとかが混ざってる。でしかもチーズが、モッツァレラチーズがトロトロ。後で切ってみせます。ちょっとこれね、でもつけた方がいい。これ自体はそんなに味ない。なんでこの濃いチェダーチーズで、うん、めっちゃ合う、おいしい。ちょっとこぼれた。ごめんなさい。美味しい。うわ、これチェダーチーズ、やっぱり予想通り、ここのチェダーチーズすごい濃いからね、チェダーのチーズの味がめっちゃ合う。うん、うまっ。めちゃくちゃ美味しいじゃんこれ。待って、これスイートコーンマヨいらなかったかなと思って一瞬思ってるけど、位置をつけよう、用意したから位置をつけよう。すごいなこれ、蓋が二重になってる。とりあえずこんな感じでちょこっとつけて、はい。あー、なんだこれも合う。なんかね、トウモロコシマヨだ。あ、結構甘くて美味しい。え、これいいじゃん。あら、これご飯にキムチも入ってるな。なんかコリコリした食感。うわ、美味しい。これ今日ソース2つ、この2種類最高に合う。うわ、でもこれユタオがね、本当は練乳とかで食べるのが美味しいんですよ。チョコも合うし。これチェダー合うかな、わかんないけど、ちょっと試しに。あー、やっぱり甘いのじゃないかダメだ。これでも意外とスイートマヨに合うんじゃない、スイートコーンマヨ。うん、分裂しちゃった。うん、うーん、これよりは合うけど、やっぱユタはね、あれだ、練乳か蜂蜜かなんかじゃなきゃ。とりあえずこれは、まあ合わないこともないか。これちょっとさ、練乳取ってきたいね。え、練乳ないないから蜂蜜持ってきた。あれおかしいな、前ユタを食べた時練乳あったんだけどな、家に。あ、ちょっとマヨついてるけど、もう蜂蜜つけちゃう、ダブルで。あー、練乳の方が合うけど蜂蜜も合う。なんかサクサク揚げパンって、なんだろうな、周りがサクッと中がふわっとしてる。
おいしい。中とかさ、ほぼ空気なんですよね。食べた気がしなくって、いつも結構食べちゃう。これさ、ランチにまさかの蜂蜜おかしいかな。待って、これ中見せてないじゃん。ちょっとね、もうこのまま終わっちゃいますね。はい、こんな感じ。ほら、チーズが。ご飯もね、オレンジ色でいい感じですね。ただね、そんなに味が濃くないご飯なので、味付けなので、これトマトソースとか絶対合うだろうな。うん、やっぱチェダー合う。ちょっとチャレンジで蜂蜜いってみようか。あー、うん、違う。蜂蜜は違う。やっぱ蜂蜜は豊を、やっぱチェダーが合う。崩れちゃった、どうしようこれ。あー、おいしい。これ美味しい。このスイートコーン前もおすすめです。ね、これでさ、ポテサラ作ったらすごい美味しそう、このマヨで。これもち米とかも入ってる、多分もち麦とかも入ってるな。でもチェダーでいく、ちょっと結果チェダーの方が合うっていうのは確かかも。先にヘタを食べちゃう。ヘタをいつも食べてるから。ユタを最近さ、ハマってチョコレートソースで食べるのが私のお気に入りでした。でも結果ね、最終的にユタオがよく合うのは練乳なんですよ。めっちゃ美味しいなこれ。なんかちょっと値段高かったけど、また買おう。ん？ラスト。はい、ね、ソースを、チーム間違いも来たんですけど、おむつ替えたらしくって、ちょっと下が空いてる。はい、久しぶりにもっぱんにちびもち登場。はい、ちびもち大きくなりました。え、なんだ、明るいね。今日はね、動画を撮影するのをくまさんが休みなんで、ちびもちをくまさんが見てくれてたんで、はい、その間にささっと撮ってみました。今こんな感じです。そこにパパがいるね。いや。どうかな、なんかちびもちくまさんに似たり私に似たりって、こう月日が経つごとになんかどっちに似てるかがちょっと分かんなくって、でも比較的私見ると、あ、くまっちの顔だっていう感じがする。ちびもちはね、こんな感じで成長しております。たまにね、インスタとか見てくださってる方は、インスタでもちびもち結構出てると思うんですけど、もう歩くようになってから目が離せなくなりました。はい、まあそれはまあどうでもいいんですけど、とりあえず今日はね、揚げ物食べてみました。ランチに美味しかったです。じゃあ今日もとっても美味しかったです。ごちそうさまでした。
これさ、あれみたい、名前が出てこない。ほら、スペイン料理とかのお店でよく出るやつ。ご飯のフライした、なんだ、ライスフライ。違うな。名前なんだっけ？思い出せない。でも、あれっぽい。はい、終了。くまっち、あいちびもち。バイバイしてみて。バイバイは、バイバイしよう。バイバイ。バイバイは。バイバイは、はい、バイバイしよう。バイバイ。バイバイ。